こんばんは。あるあるおじさん。おー、こんばんは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回同様ちょっとお話をお伺いさせて。あ、今日だっけ。あ、はい、今日って言ってたと思うんですけど。あらまあ、ごめんね、完全にイライラ棒稽古してたから今。え、イライラ棒の稽古とかあるんですか。うん、稽古してた。これか。そうそうそう、わかる、覚えてる。うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、これができたら100万円全部フルで言えるじゃないですか。おお、やっぱあるあるおじさんっていうだけあって、いろいろ知識があるんですね。またあの番組始まった時に、ね、はい、出れるようにと思って。いや、もうないんじゃないですか。え、いや、もう十何年やってないんで多分ないんじゃないですかね。そしたら努力が意味ないな。いやー、まあでも、はい、まあ、無駄な努力はないって。そうよね、はい、言いますからね。無駄な努力あるあるな、これな。無駄な努力あるあるなんですね、今のが。そうそうそう。これちょっと腕前見せてもらうとかも可能ですか。あ、できるよ、簡単だよ。いいですか。すぐゴールできるよ俺。いやでもこれすごいですね、こんなのあるんですね。ちょっと待って、危ないからこれつけようね。ええ何、怖っ怖っ。そんな危険なんすか。火花飛ぶから。でも俺上手いから多分一撃でこの辺まではいけるんじゃないかな。あ、結構進んでますよ。だちょっと待って、序盤からすごい難しそうですし、ここまでいける、ここまで、多分ここまで一発でいけるんじゃないかな。それはもう稽古の賜物ですね。今もうこのカメラ見せやすいようにわざと横にしてるけど、本来はこうだからね。正面でやりますよ、いいですか。でも横でも多分俺ここまでいけるんじゃないかなと。あ、じゃあちょっとお願いします。うわあ、すごいすごい。で、こっち押したらスタートね。はい、こっち。これがなくなったら終わりだから、これ。てっ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 て。あ、時間制限もあるんですね。そう。ちょっとじゃあお願いします。え？やっちゃえ？イライラ棒だな、これ。ここ。ん、ここ序盤でしたよ。突入して2秒でしたよ。これがイライラ棒あるあるよ。いや、これあるあるとかじゃないんじゃないですか。事前にたくさん練習してきました感出してるやつに限ってこの辺でバーンってなるっていう。いや、当時のあれを思い出しですけど、まあそんな感じはしますけど、もう本当にもうこの家の中にイライラ棒とか作ってもう稽古してきましたっていうやつほどこの辺でバーンってなるから。なんか筋肉番付とかでもありましたもんね。そうだね、筋肉番付あるあるだね、はい、それはサスケとか。うん、サスケあるあるよ。お家にいろんなの作ってるくせに最初のペンペンバーンってなるっていう。あれと同じ、じゃああるあるやつなんですか。そうそう、やつ、あるあるの種類としては一緒。あ、一緒なんですね。あ、じゃあ今日はまさかそのあるあるを最初から見せてくれるためにこれ用意してくれてたんですか。もちろんよ。次はでもちょっと本気でやらせてかっこいいところも見せたいから。あ、本当はできるんだけど、本当はできるんだけど今さっきわざとやったから、あるあるおじさんの名に恥じないように。そう、あるあるを体現してくれたんですね。言いたくてやってるからさ。あ、次は今度は本気でやるから。あ、じゃあ本気でちょっとお願いします。いや、同じ場所、おじさん同じ場所です。本来ならば横だからな。いや、じゃあ正面じゃなかったから、ね、あれ瞬間移動します。ちょっと場所ずれてるけど。おでこに瞬間移動あるある言う。はい、一瞬で移動する。いや、それだから瞬間移動って名前がついてるんですよ。あるある、いや、これあるあるじゃなくてただ説明してるだけなんですよ。同じ場所だったじゃないですか。いや、さっきよりか進んでたと思いますけどね。いや、もうちょっとその誤差レベルなんで。ちょっと分からなかったんですけど。あ、誤差あるある言う。誤差あるあるもあるんですか。うん、体重が重い人の変動は誤差あるある。例えば110キロから108キロ痩せたよ、それは誤差あるある。1日2日で俺2キロ落としたぜって言ってても、そうそう、どうせ戻るから。あー、これは分かるわ。おそらく水分だから。水分、その日のね、水分だから。あ、それはすごい分かるわ。あるある、いいあるあるっすね。あ、じゃあ1個僕からも出していいですか。はい、
いつもちょっとやっぱ聞きたいんで、あはははは、お題出してもいいですか。お、じゃあポリバケツで。ポリバケツ、何かを入れることができる。あるある。違う、おじさん、あるある、あるあるじゃなくて、それあるあるじゃないんですよ。あるあるで何か入れることができるんだから。いや、それ用途です。ポリバケツの用途です、それが。言ってくれないと、それは先に。あるあるではない。そういうのはうちらの認識であるあるじゃないよって言ってくれないと分からんよ。こっちは、いや、なんかもっとお花屋さんにいろんなサイズのあるとか。まず俺、はい、ぶっちゃけた話していい？はい。ポリバケツが今ピンときて。嘘でしょ。ポリバケツって俺、水色のバケツとかじゃないの？水色のバケツです。ああ、じゃあ認識は当たってるんだ。あの蓋ついてるパターンのやつ。ああ、俺もごめんね、こう手提げみたいなのがあるやつだと思ってた。ああ、はい、取っ手がついてる。そうそうそう、タイプのですね。こんなのね、はい、ガサッてやって、蓋がついてるタイプの、お祭りとかで飲み物冷やしてるようなやつ。あれね、はい、あれのこと言ってたんだ。お祭りでは飲み物冷やすっていうあるあるでもよかったですし。あ、それあったんだけどな。あ、いや、嘘でしょ。あった。嘘でしょ。今の俺のもらったでしょ。引き出しの中にあったんだけど。いや、いいですよ。知識の引き出しいっぱいある中でみたいな言い方しなくても。結構奥にあったな、今。いや、引き出しの。だから俺が言ったことで見つかったでしょ。引き出しの奥から。ああ、もうちょっとなんかヒントくれたらもう言えたのにも。いやね、いいあるある出せるかなと思ったチョイスだったと思ったんですけど。ちょっと今日ごめん、そろそろ時間ないから。え？帰ってもらっていい？そんな感じで終わります？うん。そんな感じで。なんかもっとお話聞けたらよかったなと思ったんですけど、まあチャンネル登録とグッドボタンだけ押してくれたら。グッドボタン、はい、ありがたいかなっていう、はい、あるあるある、あるですね。 YouTuber あるある、 YouTuber あるある、はい、最後の挨拶、ね、最後の挨拶すぐグッドボタンのチャンネル登録。いや、もう言えてないですね。言うでしょ、あるある。わかりました。じゃあ、あれ言ってる時自分たち一番滑ってるよね、あれ。いや、必要なことですから。じゃあ、すいません、ありがとうございました。気をつけて帰ってよ。はい。いや、またすぐじゃないですか。